市原王から、没年不詳は、奈良時代の皇族。二品、四季の王子、または清第三、川島美子の彦で、十五以上、安気王の子。かには、聖五位下、蔵東大寺長官。天平十一年より、社教師どねりを務め、天平十五年無いから十五位下に助せられる。正無阿佐では、うつ最強所長官を経て、 現場統研備中上に任せられるが、要出典、天平十八年以降東大寺留名仏像の造営が本格化すると、本校、明寺造仏長官、造東大寺七次を歴任するなど、大仏造営の監督者を務めた。聖武長末の天平官表元年、聖武天皇の東大寺行行校に再始樹後以上に、除せられている。天平商法二年後見天皇は大納言。 藤原中丸を派遣して、蔵東大寺氏の所管人に助与を行い、市原王は、正後一下に少女される。しかしこの際、過量であった、佐伯木馬盲人が4回、高市大国は2回少女されたのに比べて、市原王の昇進は1回に止まっている。さらに天平昇法4年に行われた東大寺大仏、海岸区要会の出席者に、市原王の名が見えない。 天平法治4年光明皇后の法御に際して山作氏を務める。天平法治7年正月に摂津大部に任せられ、同年4月には恵美吉か暗殺未遂事件に伴って解任された佐伯木馬盲人の公認として蔵東大次長官に再任されている。しかし早くも翌天平法治8年正月には木々巻き火が 作り東大寺市長官に任ぜられており、以降市原王の同性は伝わらない。この事情に関して、以下の小説がある。万葉集には八種が再録されている。大友や貨もとは私的な宴で、天平十六年、天平法治二年の二度にわたり同席しており、交際があったとみられる。注釈のないものは、俗に本気による。ありがとうございます。